声がもう疲れてます。いや俺もだ、俺の話だよ。さすが週末だったな。まあ、いや、なんか買うか。今日真面目に入れてるね、ヤンキー。ああ、そうだね、お客さんのところで入れるからね。軽油です。ガソリン高いよな。そうだね、まあ、そこまで入んないんじゃない。今日少し残ってたから。いや70入んないと思うよ、多分60台じゃない。まあ、釣って入るかもしれないけど。いや、でもなんかもう音が、感覚がもう終わりそうですよ。あ、そう。マイナスじゃないけどな。まあ全然マイナスじゃないんだけど、でもなんか、あ、っていうかなんかもう残念だなみたいなのあるよね。まあでも本当よくしてもらえてありがたいですね。これでまたしゅうちゃんのマスタングへの位置が、いや、まあ見えてる、ね、まあ見えてるな。ちょっとやり方も分かってるからな。やる気がないな。丸亀製麺来ました。レンタカーで来てて、うんうん、そう、どうぞ、丸亀製麺。あ、あったね。丸亀、あ、カインズでね。パリで買いに行ってて、セカンドで営業してて、もらってきちゃった。明日営業だ。そうですね。いやいや、ありがたいです。明日営業だ。超人ジャウが帰ってきました。こういう仕事だ。いや、やりたいの。いくらでもあるよな、しーちゃんな。営業は今頑張ってるからな。そうですね。ジャウは中で、中でもう。ダブリングだよ。そう、ダブリングで。ダブリングも負け、もう負けてるね。負けてるね。もう負けてますよ。